始まりました、オームチャンネル。イエイ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 。ああ、 T シャツが届いたそうです。おお、ちょっとあのね、前回の YouTube 見てない方はぜひそこから見てみてください。あれからデザインして、腰またいで、腰またいだね。すごい、どうなってんだろう。まあこの真相は次回。今日これだけ今日これだけ。まあチームもこのチームこのチーム分かれて、あれ洗濯機のやつよね。洗濯機とあの電車のやつアップサイクルにかけてこうなんかチーム、ね、あそこからまた変わったの、いろいろ変わってます。まあでもなんか俺らの共通項としては、その普段も着れるようになるべくちょっと俺ら身をこう削いでいきたいよね。デザインに奇抜ってよりは着やすい。オーブだと、なんか、わかる。オーブ、あ、この人オーブ好きなんだ、なるじゃん。街でコンビニとかで会った時にさ、そういうことで、もう普通の1 T シャツとして知ってる人はオーブのだねってなるぐらい、デザイナーズブランドみたいな感じの。あ、そうそうそう、ジーンズでのを、こうなんか2人は意識してた。それは涼しいブランド立てようかな。関係ないやん、それ。あ、関係ないか。そこまで構造が出てる。ダイワさんで黙っちゃいけない、ないと思うよ。なんで黙っちゃいけないと思うよって言ってたよ。あ、ごめんね。やとしたら意味わかるから、黙っちゃいけない。いられない。あー、黙っていらない。そっちはなんかないの。まあ、こっちはどうなってるの。僕はもうバンドっていう意識してデザインさせてもらったんですけど、なんかまあ俺はどっちかっていうと、もう30年後の古着屋に置いてあったらいいなっていう。ああ、なるほどね。で、もうこれこっけー、動かない、これみたいな。できればレアとかついてたり。そうそう、レアなんかついてたり。でもシュータのなんかは普段使いもできるながら、で一応こっち的にはオーブは出してると思う。そう、出してるね。前回の YouTube とかさ、放送段階からはまあ結構明確に分かれてたね。あと俺はあの前回の YouTube の放送段階から結構変わった、変えた。迷惑かけたってこと。お迷惑をかけちゃった。はい、じゃあちょっと見てみます。あ、もうここにあるってこと。あります、あります。そしたら、じゃあ僕たちから見ていきましょう。はい、でもちゃんと始めましてだから。いや、マジで始めました。記事とかも見て選んだから。じゃあ、いいですか。じゃあ、皆さん、オーブともども合わせまして、初お披露目です。はい、僕たちの T シャツこちらです。せーの、じゃん。おお、すげー、かわいい。すげー、すごいわ。これってカメラ良くない？すごいの。かぶりすぎ、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 かぶりすぎなのよ。怖いな。違う。これとか超いいじゃんって。これもすごいしな。誰見えてんか。まず見せる。昨日始めた。いや、あれ？芸能昨日始めた。素人です。素人くんだ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 。二人とも別に裏に柄もなんもない。真っ黒の。真っ黒の背中だけ。何よ。すごいよ。まずはね。はい。はいはい、これ手に取っていいですか。はい、僕たちの T シャツですね。おお、すげえ。これが一応バックプリント。あ、それ一かバックか。はい、でこっちが表ですね。はいはい、ヘダヨさんのね。はい、こういう感じになっております。はい、見せてね。どう、あの、いやでもデザイン通りにプリントされてる。いや、すごいデザイナーさん。そうです、完璧におおなっておりますわ。すごい、どうですか。だからそうね、あのフミヤのやつ、横をすごっ。そう、 iPad で、まあ、着てる時はこうなる。なるほど、そういうことか。すごい、10って書いてある。10円玉。あー、おー、すごいな。いや、お金もやっぱこうサイクル。なるほどね。そう、あー、なるほど、なるほど。でも、まあ、電車この角度になることも、あれ、電王とかだったらあるウィーンのね。そう、ポスターオーブじゃん。すごいね、ポスターオーブ。あ、そうです。わ、細かい。そう細かい。つくまた同じボケしてるやん。ええよ、同じボケは。どっちがしか使われてる。僕はチロッとここにそのメーカーみたいにオーブ。あー、メーカーみたいな、はいはいはい、みたいな感じでオーブみたいな。お金もさ、回ってるのはこっちでも表現してるんだね。そうなんですよ。本当だ。世の中のこういうすべてのものをアップサイクルする。ハートも。ちょっとでもこいつの方が多分ちょっとリッチだ。このお札回してる。確かに。俺この10円玉。そう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 。ちょっとこのね、この所得の一緒なのよ。俺10円。はい。10円好きはこっちの方がいいからね。はい。みたいな感じです。皆さんありがとうございます。ありがとうございます。すごい。すごいね、マジで初めて見たから。
感じになるんだ。ちゃんとだって俺色とかもここに。あ、わー、かっけえ。ロゴがかっこいい並び。やっぱそれかっけえな。これだけのシンプルな T シャツもください。欲しいね。ここについてあるやつ、やそれも絶対欲しい。確かにね、シンプル T も欲しいよね。これだけの胸の、これだけのね、おかける台は。はい、ありがとうございます。さあ色の再現とかもすごい。てもらっていいですか。せーの、じゃじゃん。おお、すごい。すごい。すごい。え、めっちゃすごいじゃん。めっちゃいいやん。え、すごい。すごいやろ。え、めっちゃすげえ。すごいやん。めっちゃすげえ。めっちゃすげえ。めっちゃすごいやん。え、あの、いつまでやるのそれ。あ、もうそんなあれじゃなかった。あ、そうか。やっぱボケはさ、新しくしていこうや。アップサイクルね。アップサイクルしていこうよ。お前持ってきてたけど。新しいの買ったよ。だから僕らはどっちかっつうと、あの、前プリントですね。前プリントです、これは。じゃん。え、シュータの子が僕が多く、これね、見て OWV V になってる。めちゃくちゃいいじゃねえか。これね、そう。で、下が見て、ダーイワーってなってる。これゴミで文字が作られてる。あ、ほんまや。それさ、でもさ、誰が書いたの？この、え？この絵はプロの方が書いた。あ、これプロ、あの、これはプロの方が書いた。これ、じゃあ俺は合うんだけど、俺は合うんだけど。そういうことできた。あ、でも、あの、こういうの入れてほしいっていうのは言いましたよ、もちろん。言うのはでもやっぱこのもうペンライトとか写真ですだから。え、だからお前はもうこれっぽいのを書いて送ったってこと。あ、書いて送ってないです。あんで出してたから。あんは、あんはでもあんはシュートだから。あんはシュートだから。動きがチームを守ってる。あんはシュート。お前がそれはそうです。お前がゴミでオーブとかだから書きたいなって言って、でこういうゴミ入れてくださいって、ペンライトとかそのオーブのグッズもあるんだよ。でもそれはグッズ入れたいって言ったっけ。言った。じゃあグッズって言ってこれ。言ってた。バナナは。バナナは。バナナだからこういう。バナナ。おい、気まずくなんなよ。え、でもまあちゃんと。やっぱすごい。でも何段階か選んでデザインの最初したやつをもうちょっとこうしましょうっていうのはやりましたよ。やりました。いやでもやっぱそのすごいよ。すごい。クオリティっていうか。クオリティすごいよね。でもこれ、え、これ絵ですか。俺らはもう全部自分で描いたから。これ絵なんですか。これで。え？え？これ絵なの。絵なのこれ。やば。え、このペンライトとかも絵なんですか。え、上手やな。まあ、黒いもんな、そりゃ。お前課金してるやんって。こっち俺ら、もう無課金で俺ら戦ってるから。え、シュートのだけ1万2万とか。お前ちょっと高くない？2、3万には。プロのデザイナー。プロのデザイナー。あの、これ一人一人違うあのデザイナーさんを雇ってるので。バナナのデザイナーさんとか。じゃあ30万は硬い。硬い。やっぱそうです。まあでもすごい。かっこいい。かっこいい。かっこいい。もうこの後で。いや本田くん自分で描いてる。本田くんすごいやんこれ。これ自分で描きました。すごいよ。バンド T っぽいわ。バンド T っぽいよね。確かに。みんなにこれはなんか、そう、釣り竿とかこう。ええ。網とか持たす。あと漁網っぽいやつ着させます。はいはいはい。すごいやん。これはあのヴィンテージ感出してるでしょ、この。そう。汚してない、ウォッシュ加工みたいな。これは逆にあのデニムと一緒、洗濯いっぱいしてって感じ。ああ、もっとねパキパキになってきてもええしな。パキパキになった方がいいね、これはね。なんかホンダ絶対それダメージ加工しそうなの。いや俺が超する。絶対そうです。できるだけする。できるだけする。そんなんならここだけ残しときゃいいかなって思ってるから。確かにすごくない。確かにじゃねえだろ。でもいいね、すごい。あれ二人はそのあれなんだ、これがだからこのバッグについてる。バッグにここについてる。へー、いいやん。もうなんかバッグメインなのも前プリントメインなのもなんか物々でいいの。いやこれかっこいい。これかっこいいよな。かっこいいわ。ちゃんとそれにあのゴミとかにも名前を入れてもらってます。え、言ってこれあんですから。このあんと一緒に作りましょうとか、この配分とかそれは一緒に作りましょう。落ち着け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 。はい、それじゃあ内海さんにちょっとお話を聞いてみますか。はい、はい、ありがとうございます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。じゃあお願いします。膝の上でも。いやいや、でも俺の膝の上で適応能力さ、俺のが適応能力すごいな。よろしくお願いします。内海さんです。これはあの生地もあれですもんね。
生地は、はい、前回の笑い未来フェスで、はい、キューブの皆さんに、はい、持ってきていただいた、はい、まあ、生地ズバリではないんですけれども、うん、まあ、同じ加工を、うん、ステップを踏んで、一足先に生地になって、はい、T シャツになってたものを、はい、採用させていただいてます。だから、まあ、皆さんみんな集めた服もこういう過程でこういうものになるんですよってことですね。そういうことです。すごいよ、すごいよ。みんながもう燃やし捨てちゃえってなったやつがこうなってんだから、これはもう本当にすごいことですよ。どれが一番苦労しましたか？まあ、一番苦労したのは本田さんのやつかな。あ、俺のじゃない。特にどの辺が今回本田さんオリジナルでご自身で書かれた、はい、データを送っていただいて、はい、で結構まあ、いわゆるそのデザインする時のレイヤー、その重ねて結構デザインをされてるじゃないですか。最初に人の絵を描いて、服も上から乗っけて、さらに釣り竿とか、はいはいはい、今度ロゴが来ます。で最後少しこのヴィンテージ感を出すような、少しこのグレーの霞がかったようなのとかも全部あるんで、まあ、ここら辺がまあ、ちょっとプリンター屋さんと相談しつつ再現性をどこまで持っていけるのかとか、まあ、ちょっとここら辺ですかね。手間かかりもんね。結構悪くて言うの、まだあいつ悪口言ってんな、あいつ。ヒートアップすると押し切れてる。あいつはダメだよ。あいつに乗っちゃダメだよ。あいつに乗っちゃダメだよ。でも、感性の高いもん、やっぱり。ありがとうございます。どうも、ありがとうございます。ありがとうございます。まあ、あとやっぱ皆さんそれぞれその個性がありますし、特にその、手書きタッチで例えば長川さんのやつとかは、はい、実はこれ黒のボディなんで、はい、縁取りの黒い線とかは実は見えてないんですけど、はい、実際はうっすらと乗っかってたりとかしていて、はい、これマジめっちゃ近くで見るとそのガタガタガタって入れてるのを表現したくて、でも色を乗せれるの実は、ね、ここにそうこちょこちょチカチカっていうのも本当だ、赤いのもちゃんと入れてくれてる。本当だ、すげえっていうので、まあ、すごいお話しさせてもらって、で見えるよ、よく見るとカメラで映ってないやつだな。じゃあこれはだからぜひ手に取って俺は見てもらいたいなっていう、そういう本当努力がすごいね、一枚にもなってますね。ありがとうございます。いや本当に来てみますか。じゃあ来ましょうよ。どこで？内海さん。内海さんが？いやそれすごいな。 T シャツ実際に着てみましょう。はい、そこでも戦ってる。ギクシャクしてるのかな、全部自分で書いたりとかする、そこ決定でみたいになってる。でもちょっと人と言うのはこれで街歩くのはちょっと恥ずかしいかなってぐらいオーブン書いてある。でもファンは嬉しいんじゃない？ファンは嬉しいか。まあ今俺らの顔だけなんで、そう、もう俺らの顔が入ってる。俺らはちょっとね、でもあるんじゃない、自分たちの顔がビートルズさんと自分たちの顔を。でもビートルズさんがそれ着て歩いてるかって考えたら分かんない。ミーニだね。いや、まあ、めっちゃかっこいい。かっこいいね。もう着たても最高。しかも呼吸良かったし、できてきた。レイヤーの上に。いやなんで一瞬で仲悪くなった。もう着替える瞬間で。よかった、クロティー着てきて。まとまりあってよかった。いいポイントはまず、デザインの絵がプロに頼んでるんで、うまい点ですね。はい。で、あとはやっぱり言ってなかった点で言うと、ちょっとこだわりポイントは、ね、ダイワさんのゴミだったり、オーブの
グッズをゴミにしてほしかったんで、それを入れ込みました。それ真ん中なんて書いてるこの白。ここはアカンインストマリンデザイアですね。これはあの普通の A 字です。普通にどういう意味だ。意味はないです。これは意味ありますよね。意味ないですよね。これマジで意味ないです。意味ない英語を入れてください。意味ない英語を入れてください。はい、言ってます言ってます。これもありがとうございます。はい、お座りください。いやいや、これは別に俺言ったからね、全部落ち着いてくれ。落ち着けじゃねえんだ。俺がヒートアップしてたら落ち着けじゃねえ。しんどい一番生活悪いやつ。静かにしてくれ。いや、もうどうですか、こういう数字なんで。なんでやん。はい。はい、じゃあでもかっこいいね。かっこいいね。いや、でもやっぱいいよ。2人かっこよかったです。いいね。でもまだこの時間で、この段階でね。僕たちのデザイン、こちらです。じゃん。うおー、自分たちのイラスト背負ってる。はい、めっちゃ可愛い、はい、どっちも可愛い系だよ。いやー、ね、こだわり、まあ、確かにちょっとデフォルメ系の可愛い、もうどっちも可愛いから、はい、まあでも本当にこんな感じですよね。いやでも可愛い。まあだからその、はい、どっちも通じて言えることは、はい、まあ、サイクルっていうのを、そう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 、そこを基準にしてるんで、まあ、このドラム式洗濯機のこのサイクル、はい、で俺はこの山手線っていうこのね、このサイクルの中に、はい、まあ、このサイクルしてるもの、世の中の、そう、まあ、音楽しかり、うん、お金しかり、ゴミしかり、恋愛しかり、恋心とかね、はい、そういういろんな移り変わりゆくものをここに取り入れているっていうデザインです。はい、はい、です。です。はい、ありがとうございます。あとこの駅広告、はい、社内ポスターにオーブって、そういうのね、社内オーブね。はい、そっちのドラム式には社内オーブ入ってないんじゃないと思ったけど、メーカーのようにオーブル書いてます。メーカーとしてメーカーオーブル。でも俺でかい。俺はゴミだから。ここに書いてあるゴミでかいのよ。いやでもなんか4社4用でよくな い, い, そう、ね、いいね。いいよ。でもなんかでももったいない、この中で2着だけとかいうのはもったいないね。でどういう、まずどういう、最初はこうやっぱここの対決、ここの対決だったけども、対戦者相手を、うん、相手に対戦ブレーキング台をその流行りに乗って。はい、じゃあもう指名だね。指名だね。指名をね、しましょう。いやでも俺はやっぱりこのうるさいブランド沈めていいですか。おい、行く。はい、俺あいつやりたいっす。確かに。あいつも、あいつも多分絵しか描いてねえんで、あいつやりたい。でも確かにあっちのアンってなるのかな。フミヤのアンを何度か描いてるんだけど、こっちもプロ連れてくるのに余裕なんだよ。あ、弱い犬は喋るからな。だから、2人でよく吠えるから。2人でバクマンってことじゃない。バクマンってない。じゃあいいじゃん。バクマン原作者と映画と人で分かれてる。だからバクマンを対決させて、バクとマンでしょ。ええやん。あ、でもバクマンやってんのか2人か。こっちバクマン、そう、バケやってる。だからこいつとやる必要ないの。じゃあプロ連れてくるよ。そしたらプロとバクマンだから。あ、そっか。じゃあ俺とかっちゃん。はい、やりましょう。で本田くんとフミヤ。いいっすね、オッケー。販売方法は後日説明しますので、ホームページ、はい、はい、チェックしてください。お願いします。お願いします。いやー、勝つね。まあバチバチにちょっと なったけども、まあね、一応2案は落ちるわけじゃん、絶対。まあ、一回な。でもそれもったいないよな。もったいない。フミヤの案のやつ長細いから、タオル系とかにもね。そうそう、俺のやつ、あ、そうか、そうなると思う。ダイヤンができたら落ちちゃうのか。ダイヤンができるとタオルの方、俺こっち関係ないから。俺はそしたらフミ、あ、買っちゃってる。でまあトートバッグとかにはみんな出会うしやすそうなデザインじゃない。こういうのもトートバッグ、まあ、こっちもトートバッグ、うん、あ、でも T シャツっぽいやん、こっちは。でも、まあ、もう全部いける。全部いける。トートバッグもできるし、なんだ、もう4つデザインされたタオルの発売します。全部やな、もう。そしたらまあでももう販売期間に関しては、うん、その何週間、2週間、3週間ぐらいあるのかな、うん、まあ、もうだからその環境に気をつけて、まあ、そのあんまりね、水とかも使いたくないからさ、うん、この服しか着ないで俺とかどうかな。あ、いいね、いいことじゃない。いや、違う、いいこと。しんどいぞ。多分その後半の方結構その香ばしい。そうそう、だんだん洗えないから、まあ、こうなるけど、でもそうじゃない。やっぱその販売の、やっぱ東京伸ばしたいし。まあ確かにな。お前、必ずついてくる。
お前穴に穴に蓋するタイプだったよ。蓋するタイプ、それはそうよ。こうじゃないよ。こうよ。いやでも何よ、だから他のアイテムにもね活かせればいいよね、落ちたやつも。でも何でもいけそうじゃん。アップサイクじゃないかもしんないけど、キーホルダーにしたいし、俺はね。もしかしたら落ちた2つの案も他のなんか違うアイテムになるかもしれないよ。うん、うん、したい。もうなんていうの、うるせえから。うるせえよあいつな。なんか俺の悪口言って俺がヒートアップしたら落ち着けちゃう。違う違う違う、あの喋りすぎて落ち着けていいだろ。変えてくるんだって、ちょっと変えてくるんだよ。はい、こんな感じで。はい、まだ50時間もありますので、気になる方はい、それではまた次回お会いしましょう。それでは以上。アピールすなよ最後に。お前目に焼き付けさせようとすなよ。だって今この状態俺らの方がアピールできてたもん、うん、だって。あ、仲が弱いよお前。 それ勝負。俺それだったらあるからね、後ろに。あ、それだったらあるんだよ、ここに。ここにあるんやから、お前それだったらいいんか、お前後ろ見せなくて。うるさ。ちょっと変えてくる。ちょっと落ち着けていいだろ。落ち着けました。全然やってくれない。全然乗ってこないから。全然流れが。何うるさってこれ。何うるさって。